はい、ごきげんよう、嘆きのアリアです。さあ、今回もですね、スーパーファミコンの風来の試練、やっていきたいと思います。前回ですね、テーブルマウンテン24階までたどり着いたんですが、死にました。ということで、また1階から、えっちらおっちら、始めていきたいと思います。つらでは、やっていきましょう。結局のところあれなんですよ。どれだけね、調子よく行ってたところで、勝てなきゃ意味がない。ということで、すべては運。運と実力。私には運と実力どちらも足りなかった。そういうことです。だからまた一回から鍛え直す。それだけのこと。まあまあまあ、結局のところね、私が考えついたテクニック、重装の盾。強い敵が来た時だけ重装の、ごきげんよう、嘆きのアリアです。ということでね、今回もスーパーファミコンの風来の試練やっていきたいと思います。ではね、1回からまたね、えっちらおっちら新規って頑張りましょう。いやね、どれだけね、はい、頑張ったところで死ぬときは死ぬんですよ今みたいなことが起きると死ぬんですよ。はい、ということで気に病まず行く。そう、頑張りましょう。いい相撲をするまで頑張りましょう。まあ、今も実は白紙の巻物をジェノサイドにしてたら、勝ててた。いや、真空切りにしてれば勝ててたかもしれませんしね。そう。なんか一回だから別に死んでもいいやって思ったりなんかしちゃったと思うんですよ。そういうところがダメ。そういう姿勢から多分ね、見られていると思う。私は。そう。普段、こう、一回からでも生きていく姿勢っていうところをね、多分このテーブルマウンテンの方々は見ている。見ておられると思われるので、ふぅ。え、てか、山賊が強い。豆山賊が普通に強い。はい。目薬草があれば助けます。そういう姿勢とか、そういうね、普段からどう生き抜くか、最後まで生き抜こうっていうその姿勢がね、大事だと思うんですよ、私。いざという時に命を分けるのはそういう姿勢だと思うんですよ。最後まで、外れすぎでしょ。最後まで生き抜くっていう、その、姿勢、根性。っていうのがすごい大事だと思うんです。で、その姿勢が最終的にあれですよ。刀とかそういう強い武器とか運を引き当てる。そう。だからさっきの私が諦めたのは良くない行為。はい。頑張りましょう。最後まで生き抜くんです。一回からでも。そうすれば、このテーブルマウンテンの頂上にだってきっとたどり着けるはず。そして、出口はどこ？目薬そうないですね。今回もバリバリいい装備をね、見つけられれば余裕なわけですよ。痛い。こういう斜めの時はね、R ボタンを押しながらだと斜め移動できるんで、はい。使っていきましょう。覚えたことは使っていく。ちょっとずつ知識を蓄えていく。大事。2回。矢はない。矢も盾もない。命の草、飲んどきましょう。レベル3、いいですね。さて、今敵がチラッと。小僧天狗。にゃー！識別いいですね。識別はなるべく杖とか腕輪に使っていきたいですね。今回もサビ避けの腕輪は欲しいところですが。なんちょうね、湿地帯はもしかしたらサビ避けの腕輪がなかったら即折りがいいのかもしれませんね。そんな感じもする。てかもう、嫌なところは即折り。即折りできない間どうやって考えるかって感じですね。わーお。だからアイテムはある程度15、6回ぐらいまでで集め終えておいて、そっからはもういかに残ったアイテムを使って逃げるかみたいな感じで、多分20何回まではいけるような気がするんですよね。三冠渓流まで来ました。あれ？よいしょ。
大根。レベル4。まあ調子は悪くはないですよ。332ギタン。命の草がめちゃくちゃあります。助かります。盾は欲しいですけど。外れた。坊や。坊やの間は坊やもまだ可愛いですね。親父戦車とかになると途端に可愛くなくなりますね。なんか攻撃がやけに外れるような。ああ、いや、それは助かる。薬草が大きなおにぎりになるのはまあ助かります。壺の中入れときましょう。で、名前変えときましょう。これ保存です。保存の壺です。保存。ん？これ保存じゃないですね。これ変化ですね。おにぎりやだ、もうやだ。私のおにぎりが、保存変化ってですか。私のおにぎりが全部、別のものになってしまいました。辛い。ぐすぐす。まあ、なんとかなるさ。なんとかなりますよ。ええー。生き延びることなんて、容易なんですから。割れなくてよかった。あまりにもプレイングが、がばい。がばりのアリアですね。4回です。さあ。テンションを下げてる場合ではない。行くしかない。ここから素晴らしい運に恵まれるかもしれないじゃないですか。痛い。よし。まあね、言ってまだ序盤なんで。盾もないです。痛い！ダメでは？レベルはいいんですけどね。何かが生きている。ハブが来ている。よし、ナイス回避。さあ行きましょう。痛い。ドラゴン層いいですね。三日月型の壺。これが保存でしょ。多分。保存。OK。どうでもいいやつ入れてみましょうか。え？あ、これ。倉庫の壺ですかね、きっと。ああ、なるほどね。なるほど。倉庫ですかね。識別ミスが多すぎる。多分倉庫に薬草が1個送られていることでしょう。きっとね。多分ね。うん。いやー。つら。つら。識別ミスはつらすぎる。よし。なんか、ブーッ！ここに罠置くの、ひどすぎるでしょ。竹林の村でーす。へぇ、前途多難。おっと？ケチ、覚悟、ちょっと、何、ザトウケチさん何やられてるんです？強っ！あの、すいません、切らないでください。その声はアリアの旦那じゃ、はい。追われるミディアンス。こんな世の中は右も左も闇よだね。なるほど。嫌なもの見せちまったな。いえいえ。強いんですね。手伝ってくれないかな。
これはおにぎりもないですし、宿屋泊まっといた方がいい気がしますね。宿屋ありましたよね、どっかに。刀も強化したい。占いお願いします。ちょっと最近運が悪いんで。出た。今回の旅の風具合は春風じゃ穏やかな旅となるじゃろう。はい、遠投とか装備してたら大変ってことですね。宿屋なかったでしたっけ。渓流の怪物に毒草はぶつけられてないです。ないかも。餓死しそうなんですけど。ない気がする。なさそうですわね。じゃあ道具屋でおにぎり売ってないかを確認しますか。刀下の方にないかな。こっちとか。佐藤ケチさんの先、ここ。車屋ですがね。山頂の町まで、いや大丈夫です。はい、山頂の町とかまではショートカットができるってことですね。あ、ここでしょ、宿屋。違う。殴ろうを持って桑を拾おうとしたら桑まで雑草に変えちまうでねえか。宿屋はない。この間の男に似ているな。サンドガサの野郎強かったな。分かりませんね。野良猫抜きなんたら。じゃあ道具屋で何か探しておきますかね。おにぎりください。ある。刀はいらない。おにぎり欲しい。毒消しそう。まあ欲しいは欲しい。欲しいは欲しい。長巻きいらない。薬草欲しい。あー、おにぎり200、600、850、1000、1000ぐらい拾っときましょうか。1個あれば。オッケー。では武器屋で刀をちょっとだけ強くしておきましょうかね。鍛えてください。刀。カンカカンカカンカンカン。ありがとうございます。これで生き抜けるはず。本当に酒場とかでなんか休めたりしませんか。しませんね。よし、行きます。天魔峠。結局盾がない。よし、ナイス回避。うん、このままじゃ何もないから、まあなんかになられるでしょうね。畑荒らしが壺荒らし。まあ雑草めちゃくちゃ入れられても今ろくなもん持ってないですし、むしろ雑草入れてくれ。腹ペコで目が回ってきた。もう目の前にピータンいるんで、いただいときましょう。雑草、雑草、おとぎり草。よし、強いですね。変化の壺の中に雑草が入ってしまった。畑荒らし以上になられるとまずいのでは。物荒らし。ひたすら雑草をぶつけてくるだけ。嫌がらせ。まあ助かったっちゃ助かった感じですかね。雑草は雑草なんですね。盾が欲しい。
さあ、アイテム、盾が、盾じゃない。おにぎりも潤沢ってわけではないので。あんまりね、うろちょろはしたくないんですが、とはいえ、盾がない状態でね、進もうったって、そうは問屋が下ろしてはくれないので。畑荒らしが一番強いですね。進化系の中で。雑草、雑草だらけ。まあ、この回はもう大体荒らされちゃってますか。じゃあ次の回に、おー！よし、一旦切って運勢を変えましょうかね。はい、ということででは今回はこの辺りとさせていただいて、次回引き続き、6回以降ね、進んでいきたいと思います。といった感じで、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。